レイク。パス。そうだ、彼女だ。爆発したんじゃ。爆弾は摘出しただろう。二つとも。爆弾。おいおいおい、大丈夫だ。もう一つ。大丈夫だ、摘出した。もう一つ。アサツは君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。 IAEA の連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。じゃあ。何かおかしい。もう一度やろう。ボス。それで海面に激突にもかかわらず命は助かった。だがその時のショックで記憶をなくした。スネーク、ガルベス先生はどこにいるの？まさか。パスは1974年に生きている。それ以前の記憶も KGB やサイファーのことは完全に欠落している。 DD の一種って話だ。自分を守るために記憶を封じる乖離性健忘、さらに人格すら変わってしまう乖離性同一性障害。彼女はその中間あたりだろう。彼女は自分を1974年の女子学生だと信じ込んでいる。この前の平和の日のイベント楽しかったわね。記憶と矛盾するような言葉は聞こえていないんだ。医者によると演技ではないらしい。記憶が戻ればサイファーについて聞き出せるんだが。少し前に回収したあの頃の仲間が持っていた写真だ。見せたら記憶が戻るかとも思ったが。他にも何か持ってないか？何か見せてくれるの、スネーク？任せた。好きにしてくれ。何か見せてくれるの？この前撮った写真、いい写真ね。ちょっと恥ずかしいけど、平和な雰囲気が気に入ってるの。平和の日、楽しかったね。ちょっと音程外しちゃったけど、みんなも楽しんでくれたみたいだし。またああいうイベントやろうよ、スネーク。あれ？なんだか頭が。